Are you listening? Damn. Yo, what's up, guys? Enjoy Dancing Chibita チャンネル見ていただきありがとうございます。シンスのチビタです。いや、めちゃくちゃ暑いですね。いつもですね、SNS のシェア、コメント、動画へのいいね、ありがとうございます。本当に嬉しいです。前回の動画からですね、リクエストどんどんいただきまして、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ただですね、ちょっと週1でのアップロードになってしまうので、なかなか一気にっていうわけにはいかないんですけれども、リクエストいただいたものに関しましては、必ずお出ししたいと思いますので、ちょっと楽しみにお待ちくださいね。今回もですね、インスタグラムの方で、コメントいただいてたトピックについてやっていきたいと思います。今回のトピックはチェアトラックスをやっていきたいと思います。では、本日の動画のメニューですね。たまにですね、チェアトラックスとトーマスなんですけれども、何が違うんですかって言われることがあるんですね。かなり大きな違いがこの2つの間にはあるので、それを皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。その後にですね、練習法、コツのシェアをしていきたいと思います。では早速動画で確認していきましょう。ではチェアトラックスとトーマスの違いについて説明していきたいと思います。チェアトラックスは体の軸の向きが横向きになります。後転をするようなパワームーブになるんですね。一番最初のハウトゥー動画で説明していると思うんですが、後転をしているものに関してはお尻を中心に手がその周りを回っていきます。トーマスは基本は同じ手の位置で後転はしないんですね。これがトーマスとチェアトラックスの大きな違いかなと思います。この形はですね、チェアが入っているけど後転をしないトーマスに近いようなチェアトラックスですね。僕がこれを使う時なんですけれども、トーマスから高いムーブ90だったりとかエアーに行く時に代わりにこのミックス型を使っています。上げるのが僕はこれの方が個人的には楽なのでこれを使っているっていう形になります。まずはですね、後転を意識しながら体を飛ばしてみましょう。飛ばせる範囲で大丈夫です。この時はもうキャッチをあんまり意識しなくても大丈夫です。飛ばすタイミングはですね、逆の足、軸足じゃない足が体の横を越えないところで飛ばしましょう。これがですね、大きく越えてしまったり手前だったりするとどうしても足の振りの力が活かせないので、しっかりとこのタイミングは練習で測ってみてください。飛ばす感覚に慣れてきたら、まずはミックス型の手の位置でキャッチしましょう。トーマスのキャッチの位置のようなイメージですね。なぜかというと後転の動きがないのでキャッチの負担が少なくて済むのと、あとはですね、キャッチの手の動きが少なくて済むのでこちらの方が簡単かなと思います。入りの時はですね、体を地面と平行にするような意識で持っていくと後転の軸、体が横になりやすいので、スタートの位置をこの位置でスタートするように意識しましょう。ミックス型のキャッチに慣れてきたら後転を意識して飛ばしてみましょう。エアチェアの位置を深く入れるとですね、見た目もよりチェアトラックスっていうのが分かりやすいですし、なおかつですね、浅いエアチェアよりもキャッチの手の移動距離が少なくて済むので、こちらの方が僕的にはより見え方もいいし簡単になるんじゃないかなと思っています。キャッチの手はですね、胸の前を通るように大きく振りかぶっていきましょう。
はい、ということで今回の動画参考になりましたでしょうか。皆さんの参考になれれば嬉しいです。このチェアトラックスの感覚に関してなんですけれども、チェアトラックスとトーマスは感覚は違うんですけれども、トーマスが確かにできる方が違いがより分かりやすかったりはするかなとは思うので、ぜひぜひトーマスも練習してほしいなと思います。あとですね、このミックススタイルも本当に便利なので、ぜひぜひね、どちらも練習して習得してほしいなと思います。普通の後転があるチェアトラックスと、あとはもうトーマスに似たタイプのチェアトラックスですね。どちらもできるようになってほしいなと思います。チャンネル登録はまだな方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。スカイプでのオンラインレッスンもお待ちしております。下の概要欄から SNS アカウントありますので、そちらから直接メッセージをよろしくお願いします。リクエストや感想などぜひぜひお気軽にコメント欄によろしくお願いします。動画へのいいねも忘れずによろしくお願いします。ではまた今週も練習楽しく頑張ってやっていってください。怪我には気をつけてやっていってくださいね。ではまた来週水曜夜7時にお会いしましょう。ピース。